これはある精神病院に隔離されたある事件の生存者の話です。その男の話を元に再現した話なため、細部が本当なのかそれとも狂人のザレ事なのかは分かりません。しかし事件そのものは実際に起こっており、北海道新聞の過去記事を探せば大丸山ロッジ殺人事件というのが見つかるはずです。そしてその男は確かにその事件の生き残りであるというのも間違いないということは初めに言っておきます。ことの発端は、事件唯一の生存者である男が佐市中央区の名公園にある古本屋にふらりと入ったことから始まった。余談だが、残念ながらその古本屋は現在はなくなっているらしい。何気なく男が手に取った本の隙間から大学ノートが落ちてきた。何か書いてあったので読んでみると、奴が来る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 、もう自分で命を絶つしかないのか、助けて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 、という物騒な内容が最初から最後までびっしりと書いてあったそうだ。気味が悪くなった男は店主に聞いてみた。こんなものがあったんだけど何ですかこれ。店主はあーっと声を上げて、何でもない、悪いがこれは売り物じゃないんだよ、そう言ってノートをむしり取った。その日は仕方なく帰った男だったが、あのノートに書かれていた内容が頭から離れない。やつとは一体誰なのだろうか。ノートを書いた人は一体今も生きているのだろうか。男は次の日も気になって気になって、気がついたらまたその古本屋に来てしまっていた。そして再び店主に問いただしてみたが、やはり教えてくれない。それでもさらに気になって男は一週間ずっと通い続けた。さすがにうんざりした店主はついに根負けして口を開いた。あんたそんなにこのノートが何なのか知りたいのかい。だったら8月23日に大山の5合目にあるロッジに泊まってみるといい。ただし後悔しても私は知らないよ。男はここまで聞いてしまったらもう止まらなかった。友達4人を誘い、5人でその年の8月23日に大山のロッジを目指して登山を開始した。登山したメンバーの内訳は女2人男3人。登山そのものには不可解なことは何も起こらなかった。順調にロッジまで到着したそうだ。ロッジに到着すると女2人はお茶の用意をしてくるねと言ってすぐに準備を始めた。男たちは2階に上り、寝室に荷物を運んで整理を始めた。登山を提案した男は窓辺に座り景色を眺めていたそうだ。5分くらいした後、寝室のドアの向こうから声がした。ねえ開けて、お茶持ってきたよ。お茶の準備をしていた女の声だった。手にお盆を持っているから自分でドアを開けられないらしい。当然ドアの近くにいた男がドアを開けた。その瞬間だった。ごと。突然そいつの首が落ちた。しかし何かがおかしい。頭部が長髪の女の顔なのだ。いや、正確に言うと頭部が女なのではなく、首が切り落とされた男の体の上に女の生首が乗っているようなのだ。そいつの首の付け根からは絶えず血があふれ出していた。手には何かを持っているようで、生首女の目は恨めしそうにずっとこちらをうつろに見ていた。そいつは有無も言わさず、荷物を整理するために部屋の中心にいたもう一人の友人の首も切り落とした。と同時に窓際に座っていた男は無我夢中で窓から飛び降りた。そして命からがら逃げ出して登山道を偶然通りかかった登山者に助けを求めたそうだ。
仲間が何者かに首を切り落とされて殺された。この信じがたい話に半信半疑だった登山者だったが、急いでロッジに到着してみると凄まじい光景に腰を抜かしてしまった。入り口を開けて1階に入ってみると、女が2人とも首を切り落とされて死んでいた。これは大変だ。その後すぐに警察が 出動した。生き延びた男は窓から飛び降りた時に足を骨折していたらしく、病院へ搬送された。警察が現場検証をしたところによると、4人の遺体の切断された切り口があまりにも鋭く切られていたのか、出血もほとんどなかったそうだ。警察はどんな凶器を使用したのか全くわからないと首をひねるばかりだった。そして不思議なことに、犠牲者たちの首は一つも見つからなかったそうだ。結局事件は迷宮入りしてしまった。病院ではベッドに横たわる怯えた姿の逃げ延びた男がいた。そしてその部屋では看護師が男の点滴を変えている時だった。コンコン。あれ、誰だろう。はい、どうぞ。しかしドアは開かなかった。その代わりに声が聞こえた。この部屋に入院しているものの母でございます。実は荷物を持っていまして、すいません、開けていただけませんか。男の母親の声だったが、母親は単身赴任の父を訪ねて東京にいるはずだった。ここは旭川だ。こんなに早く母が到着できるのだろうか。そもそも誰が連絡したのだろうか。男は一人その不自然さに気づいた。看護師が答える。あ、はい、今開けますね。ダメだ、開けてはダメだ。そう男が声を上げようとした瞬間、こと男が気づいたこととは、どうやらそいつは自分では決してドアを開けないということ、そいつはどんな人の声も真似できるらしいということ、そいつはあらゆる口実でドアを開けさせようとすること、そして最後にそいつは自分の存在を知った人間を殺すまで追い続けるということ。男はその時はぴったりと閉じたベッドを仕切るカーテンの中で気絶してしまったので助かったようだった。しかしそれ以来、男はドアのある場所へは近づくことすらできなくなってしまったとのこと。現在もその男は精神病院の鉄格子の中で大学ノートにこう書き続けているそうだ。あの古本屋で見つけたノートの持ち主と同じように。奴が来る、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 奴が来る。以上、私が聞いた話。この話を聞いてしまったとき、私のところにもそいつが来るのではないかと心配になりました。しかしいくらなんでもそれはないと思っていました。しかしこの話を友人二人にしていたとき、話が終わった午前5時ごろ、いきなり家のチャイムが鳴って驚きました。恐る恐る玄関に行くと、おい、俺だよ、俺、ユージだよ、開けてくれよと東京に就職した友人の声がしました。さすがにみんな焦ってそっと鍵を開けて、鍵開いてるよって言ったんです。そしたら、お土産たくさん抱えてて、開けてくれよなあ、開けてくれよ。それを聞いた全員怯えてしまったんですけど、友人の一人が機転を聞かせて裏口を開けたんです。そして、ユージ、なんかドア壊れたみたい、裏口開いてるから入っておいでって言いました。今考えると、入ってきたらどうするんだって話なんですけど、その時は無我夢中で。それから朝まで友人みんなと布団かぶって震えてました。朝10時ごろ友人に電話してみると、え、今東京にいるけど、なんで。それを聞いて私たちはゾッとしてしまいました。今でも半信半疑ですが、もう誰かのためにドアを開けることは絶対にしないようにしています。